私の名前は京子。中学から高校時代にいろいろと生徒間でのトラブルが原因で数年間引きこもり生活を経験したことがある。あの頃は本当に記憶もおぼろげで廃人状態だったな。しかし20歳を過ぎた頃にオンラインゲーム内でとある出会いがあった。それが現在の彼氏である純也。騙されているのかも。本当はこの人も私をよくは思っていないんだろうな。最初は思いっきり疑心暗鬼だらけだった。だが純也はオンラインゲームで丸2年ほど、しかもゲームとは関係ない私の話にも付き合ってくれた。次第に人を信じることを思い出した私は、純也に会いたいという気持ちを率直に伝えた。それに対して俺もと彼は心よく応じてくれ、結果的にそのおかげで外にも出られるようになり、今の私がいる。ゲームではない現実でも純也は変わらず優しい人で、彼の方から付き合おうと言ってくれて交際がスタート。両親も最初は彼と交際することで私が前を向いていくことを喜んでいてくれた。しかし私が普通に仕事を始め、ごく普通の生活を送れるようになると少し様子が変わり始めた。そろそろあなたももうあんな男と付き合わなくても一人で大丈夫でしょう。そうだぞ、お前みたいな箱入りは騙されやすいからな。もう別れたらどう？そうだわ、デートしてる時間があるならお母さんを食事へでも連れて行ってくれない？そんなことを言われても、私がこうして生活できているのは純也がいてこそ。純也がいてくれないと生きてる意味なんてない。両親に責められたことで家出をした私、純也の家でここで生活させてくださいと頭を下げた。すると純也は、一緒に暮らすのは俺も嬉しいし歓迎するけど、それではけじめがつかないからきちんと君のご両親に挨拶するよ。そう言うと純也は私を伴い私の実家へ赴いた。両親は彼を家へあげることはなかった。純也は玄関口で失礼しますと言った上で、ご心配されるお気持ちはわかります、けじめはきちんとつけたいと思いますので入籍をお許しいただけませんかと土下座する勢いで私のために頼んでくれた純也。純也。しかし両親の反応は、現実に出会いがないからってゲームに逃げていたような男なんてうまくいくわけないわ。そうだ、だいたいお前騙されてるんじゃないのか。いい人のふりをしたこいつに絶対に認めんぞと言って譲らない両親に、私はほとほと嫌気がさしてしまった。もちろん引きこもっていた期間に面倒を見てくれたことも育ててもらったことにも感謝はしている。でも自分がこの人ならと思っている相手をバカにされることばかり言われるのは我慢できなかった。俺自身が親兄弟と折り合いが悪いから失礼のないようにきちんとしたいと思ったんだけどね。純也。純也は純也で家庭に事情があった。だからこそ私のこともよく理解してくれていることも分かっていた。私たちは二人で話し合い、お互いに成人しているし仕事もしていることから入籍のみ先に済ませようと決意した。親にはゆっくり時間をかけて認めてもらおう。そして婚姻届を提出するために純也と市役所へ行くと、受け取れません。え？奥さん、既婚になってますよ。はい。慌ててきちんと確認してもらうと、なんと私は勝手に既婚になっていた。嘘、何これ、私こんなの覚えがないよ。パニックになる私に対して純也は冷静だった。これ婚姻届が出されてるのって君が引きこもってた時期じゃないのか。なんでよく見てみると、確かに私が引きこもっていた17歳の時に婚姻届が出されていた。そして相手の名前は全く知らない男性。これ誰？心当たりも全然ないんだけど。私たちのあまりの慌てように受付の人も何かおかしいと思ったらしく、偉い人を呼んできてくれた。そして調べてもらった結果、私の結婚相手として名前のあった人物は遠縁の親戚のおじいさんだった。書類上私は嫁ということになっているので、その後もいろいろ調べていくと徐々にピースは埋まっていった。その人は一代で会社を起こし、資産もかなりある人だったようだが、家族関係は良くなかったらしく、一人息子は奥さんが引き取る形で離婚。それ以来会っていない状態で、現在は施設に入所しているとのことだった。そこから書類上の嫁であることを利用してさらに調べた結果、私の両親だけでなく他にも複数の親戚が絡んで仕組まれていたということが発覚した。数々の証拠を持って両親を問いただすと、納得してくれたか？
となぜか開き直られた。バレちゃったけど、お金は今まで通り動かすわよ。まあ少しお小遣いは渡すからこのままでいてちょうだい。そこまでその男と一緒にいたいならそれは構わんが、不倫している状態になるがいいのか。いや、意味がわからないんだけど。お前がこんなに早く立ち直るとは思わなかったんだよ。じいさんももっと早く死ぬと思ってたしな。Kさんが全部狂っちゃったわ。それもこれもあんたの彼氏のせいよ。とにかく他の両親とも話し合った結果だ。お前さえ黙っていれば全て丸く収まるんだ。な、何か買ってやるから。それまでどこかにまだ両親には感謝をしていた私がいた。だがその気持ちも今全て枯渇していくのを感じた。誰にも言うんじゃないぞ。じいさんの葬式には嫁として出ろよ。何も言えずに帰っていく私の後ろから父がそう言っていたが、私は一つの決意を固めていた。もしもし、はじめまして。勝手に調べさせていただいたことを申し訳ありません。ただお話を聞いていただきたいんです。おじいさんが離婚していることで奥さんには何の権利も発生しない。しかし別れていても息子は息子、私は息子さんに連絡を取り自分の身に起こったことを説明して協力を仰いだのだ。息子さんは非常に良い方で、きちんと話を聞いてくれた。わかりました。できる限りの協力をします。ありがとうございます。弁護士などにも協力を仰ぎ、成年後見制度なども活用し、時間はかかったが私は離婚することができた。よかった、本当に。もしかしたらどこかで見捨てられてしまうかもと思った時もあったが、純也はずっと私を支え続けてくれた。彼と出会えたことは本当に私にとって幸いだったと今でも思える。なんてことをしてくれたんだ。これじゃあうちの会社は持たないぞ。親戚中から責められて全部あんたのせいよ。ずっと引きこもってればよかったのに。両親からはこんな心ないセリフの留守電がしばらくかかっていたが、純也と入籍できたことをきっかけにスマホを買い替え、番号も変更した。戸籍上はバツイチになってしまったが、いろいろ経験したことと信頼できる伴侶を得たことでそんなこと気にならなかった。後日談だが、両親や加担していた親戚たちはおじいさんの息子さんから使い込み等の損害賠償なので訴えられているらしい。おじいさん自身は私との結婚も離婚も何も知らないままだったようだが、最後は息子さんに見取られる形で言ったらしい。やっと本当の家族を知れた気がするわ。当たり前だろ、俺たちは本物の家族だよ。私は生まれた息子をしっかりと守れる強い母になれるように、夫と共にこれからも家族を守っていきたいと思う。ご視聴ありがとうございました。また見てね。